なんかさ、どうしたらいいんだろう、今の。バグってる、バグってる。やべ、動かねえ。ああ、これも面白くねえ、ドクターがね、この時間帯に現れるんだわ。夢って言われてる人もさすがに何もねえとこやってたら狙われるんだよな。何持ったら、アングルジムとかそういうの使い方がうまいんだから。何もねえとこに追い込まれたらそれやられるわな。足の。人のを見て、当たり前だけど誰だって無理やな。それだけでも自信持ったら。カズマーちゃんとでね、見てたんだよ。やっぱりこう、均衡を妨害されたりするわけだからっていう。多分ね。ちゃんと俺も全部その人のあれを見てるわけじゃないから、どの人に対して。かってるぐらい、ベースボールの発電機の場所がね、かぶってないっていう、そんなことめったにないんだけど、この頃はね、ウルレア使うやつが大勢でね、ゲーム崩壊の一歩をかぶってたけどね、驚いたんだよ。バババ、ああ、まあいいよ。多分、ポジション的には、釣られてる人とは真逆のエリアで、まあちょっと近いっちゃ近いけど、発電機のポイントはこっち側かもしんないっていうのだけネックだけど。やれるだけはやったんじゃない？ただ、ここから奇跡を起こしそうなのは、ほら。発電機のポイントはそこか。ここまではね、俺のエリア的には見てないからわからんのよね。特救助。もうそこ回しのレベル。ここ回さないといけないレベル。一人回し。いや、もう間に合わねえって。俺がちょっと救助面に入る。回して。オフレコ一発ある分。ああ、回せるわ。3人で。マジ？いや、あ、本当にアウトオブ貫中方式の方がいいよ。ダンスないよ。
これマジで接近しても回した方がいいよ。いやーもう、まあ、まあこれでも余裕はあるからいいけどさ。だから言っただろ、こうなる、絶対こうなるって俺は予期したよ。もう絶対回してから行けって言ったよ俺は。絶対こうなるって、もう紙一重でこうなるよって。だから言ったじゃんって。もうまあ落ち着こう。モレルの位置半分になったら接近。これまで我慢。そろそろ使いそうな時は一旦モレルの位置半分、ここ大事。どうせこの辺をマークしてるから。合わせなくなるの、だから言ってんの。あのモレルが大失態なの。あれは絶対回しなの。回せなくなる。合ってるでしょ？センス才能のお話だけど、これは。箱に入る。使うまで。あれを使うまで。貴重な時間をね、あれしたんだよ。モレルが大失態なんだよ。俺、合ってるでしょ？回せって3人で。ダメなやつってあそこで奇跡を起こすでしょ。ヒロちゃんクラスにかかればこういうことになる。魔法のようなプレイヤー。あれができないのか。まあ、楽になってる。ラウレアとかもない。これはこれはヒールちゃんデッドバランスーパース。あの終盤にね、ノアはなかったけどね、その番人とかそういうのをつけてる可能性はゼロじゃないからね。もう振る舞いに抜ける。いや、ヒールちゃん。うーこういうゲーム楽しいね。このところウルレアとか多かったから、なんかね19回目のね3回目にね 3回あのアーカイブの3回目になんかね、なんか電磁波4当てる 4回当てるだったかなんかあったよ。ドクター1回だったかな、忘れたけど、それでなんかねウルレア使ってまでやる人がなんかいるんだけど、なかなかドクター多いなって。クライムアップは選ぶような人もいたり、エジプトのなんだっけ、あのあれ調な都庁のあれがある。やられ役はいいのね、やられていいの、うん、だってやられることで俺抜けられたんだから、キムーンが役に立ってんだから、恥ずかしくはないの。暗号心とかまで備え付ける、うん、あれはこれあるんだ。俺なんかね
奇跡的にね、この、サンダーランドのね、ベース場所とね、発電機の場所がね、マジでクモンの根源すら、来ないところの位置で発電機回せるっていう。すっごいね、チェイス場所とあれがね、キラー泣かせの位置なんだよ。偶然か知らないんだけど。狙ってやってんならやべえけど、本当に。っていうぐらい。ほんと、キラー泣かせの感じ。あ、アンフォーシンを使ったせいなのか、闇の進行心のせいなのかもしんないけどね。体感なんかね、キラー泣かせの位置な感じが。ただわかんない、これの場合は。これ使いすぎて逆に心音聞こえなかったから僕らも積極的に回しちゃったのかもしんない。近場だったけど。なんか、あまり、逆に、ドクターって逆に、これがあったかもしんねえよ。知らねえけど。逆にドクターって、こういうのやらない方がいいのかもね。正攻法でやって。うん、正攻法でやって、心音バリバリ聞こえてる方が不安なんのかね。こういうのがあったから心音聞こえてないんだろうか。わかんない。あ、風でよかった。いや、そんなわけないから、やっぱり聞いてたんだな、あれがな、どちらかが多分。なのかな。だから普段よりも全然、ドクターって、心音が聞こえてる方がいいのかもね。心音聞こえてる方がプレッシャーになるから。うん。